ポテトはロッテリアが一番うめえだろ。いや、マックだ一番うめえ。なんでだよ。マックがうめえのはもう決まってることなんだ。ロッテリアの方がうめえだろうがよ。マックの方が150万倍うめえ。じゃあお前わかんのか、マックの味。わかんないわけないだろお前。ここまで言っててわかんなかったらマックのポテト食わん。お前わかんのか。もちろんわかる。よっしゃそんなマックの芋が一番うめえって言ってるお前らに俺は今日挑戦状を持ってきた。おーおー、かかってきやがれ。今回はキキポテトです。いやー、どうでしょう。はい、どうかってぞ。どうせ、どうせです。はい、というわけでですね、この二人がもうポテトはマックが一番いいって言って聞かないんですよ。そんなにマックのポテトが好きなら目つぶって口の感覚だけでもう芋の種類ぐらい当ててくれるよなっていうことで、今回はマック、ロッテリア、ケンタッキー、モスバーガー、ベッカーズ、ファーストキッチン、ファーストキッチン6種類のファーストフード店の一番スタンダードなポテトを持ってきました。はい、はい、ちょっと疑問なんだけど、他のさ、俺らはさ、マックがうまいって言ってるわけじゃん、うん、マックのポテトを当てればいいんだよね。違うよ。え、そもそもこれがうまいっていう決定打を出すためには、うん、あらゆる種類のポテトを食べてから、うん、その累計の点数でマックがうまいって言わなきゃダメじゃん。なるほど。はい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 、はい、というわけでですね、まあこんなに偉そうに言ってる俺が参戦しないのもちょっとどうかなと思ったんで、今回は野瀬くんに出題をしてもらおうと思います。はい、お前ももちろんモス当てられんだろうな。モスじゃねえあれ、あれ、まあ、一番当てられなかった人は2019年度芋禁止で。マジ、マジかよ。やばい。そこじゃなくて芋禁止で。マジかよ。芋が禁止。芋禁止。なんこんなでかいことしなきゃいけないの。というわけで今回はキキポテトやっていきたいと思います。やっていきましょう。さあ、それでは皆さん、はい、目をつぶってください。はい、これは第1問です。おお、いやー、これも書いていいですか。分かったら。はい、分かりました。分かりました。おお、それではカイト君。はい、ロッテリアです。はい、おバカー。はい、バカです。バカです。それは分かんない。で、ハルキ君。ケンタッキーです。ケンタッキーです。はい、行きました。行きました。そんなことある。正解はケンタッキー。やったこの芋の太さとなんか独特なこのホクホク感。あー、もうめっちゃわかる、めっちゃわかる。ケンタッキーっすよね。ケンタッキーです。第2問こちらです。はい、お、難しいんじゃないかこれは。うん、マウス。え、買った。今だ。かわいたい。食ったことねえし、しかも好きじゃねえ。研ぎ澄まされるな。いや、多分合ってるはず。いや、もちくん、いいですか。はい、ファーストキッチン。はいはいはい。なんだよ。アレキくん、ベッカーズです。おー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 。カイトくん、ベッカーズです。なんだ、はい、このしなしな感は結構ロッテリアに近かったんですけど、ポテトに染み込んでる匂いが違ったんですよ、ロッテリアと。正解はベッカーズ。やったー。芋マスターの道が近づいてる俺の。じゃあ第3問こちらになります。はいはいはい。これ外したらね、俺もうで。ハルキくん。はい、ガールマクドナルド。いやー、マクドナルド。マクドナルド。全員正解。いやー、よしよしよし。いやー、これはだから外すわけないもん。それでは第4問こちら。はい、もらいました。おお、じゃあ回答。ファーストキッチン。もち。モスバーガー。はるき。モスバーガー。よーし。あ、いや、よしでもね、わかんない。これ終わったな。信頼がすごい。正解はモスバーガー。おー、なん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 、正解だったよ、もう。これは実質最後かな。ラスト問題になっちゃうよね。そうっすね。これ点数はそのままですか。俺とモッチが1点差、モッチとハルキも1点差でしょ。そうそうそう。で、実質こいつはもう芋禁止はなくなったのよ。はいはい、もう6種類全部使っていい。もう6分の1で000にして、全員正解したらのせが今年中禁止にしよう。おー、オッケー。怖すぎるー。俺はね、たとえトンボかけられても当てる自信があるから。おー、運命のラスト問題です。こちらです。
皆さん目を開けてください。ん、待って、やばい、いや怖い、やだーだって要はこれ外したら何人でもそいつが今年中芋禁止なわけでしょ。そう、勉強しようぜ。そんなポテト大好きだから俺絶対無理。芋だよ、あらゆる芋が禁止なんだよ。無理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 、ポテチも食えないでしょ。うわじゃあすか、はい、はい、山本くん、はい、ファーストキッチン、あれきくん、あーやばい、もうなくなった。これで俺はもう芋を食える。ファーストキッチン、わあのポテトはマックだったの。正解は、お願い、なんと、おー、なんと、なんと、なんと、ベッカーズ、あー全員芋禁止で、やだなんか食ったことねえよ。おー